ははいこんばんばカリエシリジンでーす今回の話は全国高校サッカー選手権が今日あってですね、はい、ああの青森山田対大津で、まあ、あの試合したんですね。はいまあ、それで4対0で青森山田が勝ったんですね。 はいまあそういうことなんですけれどなんか3年ぶりの優勝、まあ、しかも3度目なんですよねすごいですね青森山田さんねはい、まあ、このことについてこういう、まあ、ツイッター見たんですけれどこういうツイッターあのツイッターでごめんなさいあのこういうの見かけましたね はい、いや優勝はなんか幼鳥じゃないかみたいなそんなこと言ってましたねこのことあの柴田さんのあのあ,あのあのあのライジンのあの件の見過ぎじゃないですかねはいなんかなんか批判さとされてたようですねはい。 <laughs> まあこのこあ,あごめんなさい。あのまあこの今日はね。まああの。全国？高校サッカー選手権でまあ、青森山田が優勝ました。ことについて、批判さとしたことについてのね。お話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。